粒子、反粒子振動、または中性粒子振動とは素粒子物理学において、非ゼロの内部量子数を持つ中性粒子が、その反粒子へと交互に変換すること。振動数は、毎秒数長回程度。これらの振動と関連する、粒子混合を通じ、ポアンカレ群の個々の部分を理解することができる。形中間子、中性子、ボトムクークを含む、中間子、ニュートリノは、 フレーバーと呼ばれる内部量子数を持っている。これは粒子とその反粒子は異なるということを意味している。粒子とその反粒子が同じ最終状態へと崩壊する場合には、崩壊には振動に寄与する時間反転した過程があり得る。中性系中間子の振動。中間状態のパイパイには粒子とその反粒子の双方が崩壊し得る。ここで A は粒子、 B は、反粒子。F は、粒子。反粒子の双方が崩壊し得る粒子の一式である。F は崩壊し得るものではあるが、実際に崩壊するとは限らないので、括弧内に記しておいた。例として、中性系中間子の図を右に示した。このような過程は、実際には、量子上理論における A と B の状態の、質量繰り込みと関連している。しかし、 特定の状況下においては、より単純な量子力学模型により取り扱うことができる。すなわち、中間の多粒子量子状態を無視して、A と B だけの状態として取り扱うことができる。粒子半粒子振動が観測された中間子は、これまで、K 中間子と B 中間子がある。K 中間子振動は、マレーゲルマン及びエイブラハムパゼにより1955年に、 予測された。BS 中間誌の振動は、小林誠及びマ川俊敏秀が1973年に発表した、小林、益川理論で予想されていた。その後、米国立フェルミ加速器研究所の巨大加速器、テバトロンを使う国際グループ実験がなされた。2006年4月12日には、同グループの日本側代表が実験で観測したことを発表した。 それによると、BS 中間子の粒子反粒子振動の振動数は1秒間に約2兆8000億回である。ありがとうございます。